こんにちは。ワンオブラブプロジェクトスペシャルインタビュー30回目はなんと豪華に621のギグの前に皆さんに集まっていただいたというか、バカ野郎もうね、あと10分ぐらいで始まっちゃうのになんでこれをこの時間だっていうことなんですけど、これ終わって帰っちゃうからということで、中井田ちゃぶでいさん、泉谷茂さん、ね、そして敏郎、今日京都から皆さんをくれたんです、はい、すいません。川端かなめさん、そしてフラワーカンパチの皆さん、こういうことですごい男臭いことなんで、今回なんで、私もちょっと興奮しておりますけども、重複すると思いますけれども、ワンノブラプロジェクトに参加してやろうという意気込みを一つ、チャブ先輩から。チャブさん、まさか泉谷が出ちゃった。ちょっと参加失敗したんですけど、俺はまだまだ中井戸と一緒の関係だと思わなかったよまあそうですね、マリとやっぱりノブのそのね、そのあれに押し切られた、押し切られたんだ、まあ、でも自分じゃなかなかそういう能動的に動けないから、何もいいことやってこなかったから、そのぐらいは手伝っていいのかなっていう感じかな、俺としては。ありがとうございます。チャブさんもあのキックオフからね、9年間やってくれてる。そうだよ。今年こそは抜けようと思って。それで10年経っちゃう。でも本当2人頑張ってる。ありがとうございます。はい、続けることはね、意味がある。なんかそうだな、ずっと見守ってくれてるけど、なんかご意見ありますか。やっぱり泉谷を出せばそこにそっちでもね、やっぱり10年でしょ、学園一緒にするんじゃねえよ俺やっぱり10年ってなかなかの年好きだから、その続けてることは本当に2人頑張って、まあみんなのスタッフの協力とかね、本当それよくやってきてるな、うん、まあこれからだと思うけど、はい、はい、もうそう思うよ。ありがとうございます。じゃあ泉谷さん3回目ですもんね。3回目だよ、本当いい加減にしろよ。今度この間あれで肯定機に呼んでもらったのが運の月だよね。まあそうだな、あそこで口説いたもんね。やっぱりね、こういうことってのは、ね、一歩間違うと詐欺みたいなもんだからさ、怖いよね。だからね、だから善意をこう善意を共有できないじゃんね、善意を。だからみんなの意思がもう本当しっかりしてないとこういうのやれないと思うのよ、ね。だからやっぱりこういうのをよくやった人間はよく言うんだよ、そのこういうこと人のためになることをなんでお前らはやんないんだとか、そういうのは共有しちゃいけないことじゃない、ね。そういうことの難しさ本当にね、あったりね、それ分かってるから、本当にそうだね、夏希とかはそこら辺も分かってるから、ね、やっぱ相談するじゃない、ちゃんとこう、さあ出て東電だみたいな態度じゃないから。ね、そうだよな、うるせえなと思うもん、やっぱり。そうそう、普通うるせえでしょ、下手したらね、なんでそれに出ないんだ、自分の肺も追えないのに、その人の肺を追うの手伝えねえよっていうのだと思うから、それはドブとマリのなんかそういうみんなの声、あとやっぱ音楽っていうキーワードがすごいんだと思うけどね、そうですね。敏郎はもう震災からね、もう心が変わっちゃって、ずっと支援をいろんな角度で続けてるから、もういろいろと城になさること多いんだけども、このワンのブラックに出てくれようというその意気込みとか、なんかこうした方がいいんじゃないかといろいろなんか去年がですね、女祭りだったじゃないですか、でちょっと居場所ねえなと思ったんですけど、でも居場所ないっすね結果居場所ねえなずっとねえないねえからないだよ、おでにないだろおでにないだろ頑張って、じゃあ居場所を作りたいと思います。はい、ということはまた出てくれるっていう意思が今あるんですか。そうですね、来年のメンツによりますね。はい、じゃあこっそり聞きたいと思います。面白い、面白い。で、川端さん、今年初めてですか。いや、初めてですね、はい、ちょっと、もうすぐ本番じゃないですか。本当ですね。僕、一発目なんですけど。本当だよね、ごめんね。すげえ緊張してきた。ごめんね。いや、でもすごい楽しんで、思いっきりちょっと歌わせてもらって、はい、はい、一郎もキックオフから、ね、9年ずっと前、1回抜けました、ね、はい、合わずで抜けた時があったんですけど、チャボさんと同様に初年度からキックオフから参加させてもらって、毎年ねこの日にこう、まあ、やっぱり同じ気持ちになれるんですけど、こうやってね音楽やれていられることはやっぱこういろんな人の支えとかサポートがあってこうやっていると思うんで、それをねなんか自分の音楽でステージのパフォーマンスで少しでもねこうなんか伝えられるものが放たれればいいなと思って、今日もねまたやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてフラワーカンパニーですね、はい、皆さん、はい、ありがとうございます。バンドでの参加でありがとうございます、本当に。なんか一言、なんか。いや、もうこちらも本当同じ感じで、あのマリさんとノブさんの、人で入ってきたっていうか、あのなかなか自分たちでこういうことをやったりできないんで、それなんでなんかあの全部預けるという感じですかね。でもライブはもう思いっきりやらせて、楽しんで。お前ら受けんじゃねえぞ。え？俺より受けんじゃねえ。それはダメだよ。お前ら失敗しろ。何で言ってんすか。歌じゃなくて。受けるよ。受ける受けないじゃないから。芸人じゃないですか。大失敗しろ。それでもう今日はこれあの見ていただくと7月なので、あのまだライブ見てない方もしかしているかもしれないじゃない、これ見てる。だから、コラボは、チャボさんと一郎さんで、泉谷さんと私、私フラカーさんともやらせていただく、はい、俺と敏郎だな。あ、そうか、そうか、あと敏郎とチャボさん、はい、そうなんですよ、僕は一郎さんと、そうです、そうです、川場さんと一郎さんと、はい、ということで、あ、そういう素敵なあのコラボがこれから本当は始まるんですけどありましたということなんです。で、私も本当にね、毎年ね、こうして皆さん忙しいのに、あの本当にこの一日開けてくださって感謝してます。ありがとうございます。また懲りずに、あのこのワンドグラブプロジェクトはあまり大きくならないんですけど、あの真面目にやっていこうと思うので、もし時間が空いてる時がありましたら、茶葉さんそこでなんかしないように。いや、この花は何なの。やだだ、これの、このね、マリルージュってこの赤いバラをね、あの皆さんに買っていただくことと、そして今日の6月21日の、あのこのギグの収益で、今途上国のエチオピアの子どもたちの、あの支援をさせていただいてるんですね。で、このバラは国産です。あの柳井市というところで作ってるんですけど、あの最初はエチオピアンローズでやってたんですけど、なかなか私たちがあの花屋さんじゃないので管理が難しいので、あの管理が難しいのこれ。だってあのお花が売れなかったら腐っちゃうじゃないですか。だから、そのだからもう売れる分だけしか作ってない、あの丈夫な元気なバラなんですよ。だからもし皆さん、あの今日みんな興味ないじゃん。いやだからイメージの見せてみたい。イメージの方だいたいね、泉谷さんがこれを持ってることがおかしい。俺だけど俺だけど客10人失ってるよ俺。じゃあ、あのもう本当今日あの短い時間なんだけども、これからすぐあと5分後にライブが始まりますので、ね、この辺で締めたいと思います。皆さん本当受けんじゃねえと思う。先輩受けないでください。芸人芸人じゃないんだ。手抜けよ、手抜けよ。で、いいライブをこれからしますので、ありがとうございました。ワンドブラブスペシャルインタビュー30回目はこの豪華なメンツでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャボさん、泉谷さん、敏郎、川端さん、ね、一郎、敏郎、フラワーカンパニーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よし。